役目を果たすわ。この乱世、私に何ができるのか。今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ、若。なんだ、戦わねえのかよ。返り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門、またぞ。勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、ここから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。人質の態度を立て。ならばここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。野郎に捨てやられたか。おじさまの人質を奪おうなんてバカなの。全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったな。開門。竹の人質を奪おうなど不届き千万。ブスッと共め、ここで成敗してくれるわ。わしはここで時を稼ぎまする。その間に若は逃げ延びてくだされ。ハンザ、すまねえ。無理はするな。敵将舞い落ちた。ここで死んでは銃を突きせぬ。信行兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも太陽を叩いてしまった。こうは一も来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。信行たちが押されているか。直ちに援護するぞ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。わしと手合わせをしろもうか。力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。敵将舞い落ちた。貴重、
やるではないか。あたしの獲物発見ね。これで終わり。無礼な連中ね、覚えてなさい。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。イチ、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あんたは一体何のためにこんな無謀な戦を。我らは今川に従うと決めたのだ。終わりのうつけ目、邪魔はさせぬぞ。楽になりなさい。耐えきれん、引かせてもらう。いつも選ぼってるだけあんじゃねえか。受けてみなさい。人質を差し出し、今川の手駒になり下がるなど、俺ならばごめんだがな。楽になりなさい。人質の身であれ、モノノフの端くれ、このやつと捕まるものか。お前のような者がそばにいるから、兄上は平気で無茶をするのだろうな。いやいや、信長様が無茶すんのは出来のいい男とか助けてくれるからだろう。受けてみなさい。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。